さあパ・リーグクライマックスシリーズン初戦ソフトバンク対ロッテ、えー、終わりましたけども、えー、さあどうでしたでしょうかね皆さん、まあ、結果から言うとねホークスの4対3で逆転勝ちっていう試合になってきましたけどもまああの戦前ね、えー、動画でも、えー、言いましたけども、えー、ロッテはねやっぱりロースコアに持ち込んで先発がなんとか2点以内に踏ん張って3対2で勝つか。 2対1で、えー、勝つかっていうところがね一番の勝負点になるんじゃないのかなと先発が6回2失点ぐらいの抑えて、えー、どこまで戦えるかが、まあ、勝機があると、えー、逆にソフトバンクはね普通のことを普通にやれば勝てるっていうね、えー、戦前の佐田崎予想でね、えー、今日戦い、えー、見ましたけども、えーまあえー、ホークスは千賀そしてロッテは美誠とね、まあ、両先発、千、え、賀、ー、はね7回114球8安打8三振無四球。 3失点、えー、ゼミはね5回、えー、3分の182球7安打5三振1四球3失点と、えー、まあ千賀もね投球、あのー、自体は悪くなかったんじゃないのかなって、ね、いうところはありましたね、まあ、2回のホームラン安田ね、えー、フォークボールあれは安田がねうまく打ったかなっていうところでねこ2点取っておいけるぞってなった時にね4回の裏今度は柳田が、えー、ツーボールから。 スライダー低めね、結構難しいところでしたけども、えー、バックスクリーンに掘り込む、えー、ナイスバッティングっていうところでね、1点取って、5回の表にね、今度は荻野が、田村がね、ツーベースに出て、でバンでそして荻野がね、あの高めのストレートをね、しっかり上から叩くっていうところで、レフト前、あの1本もね、なかなかそう簡単ではなかったですけど、これ、だ田のね、ホームラン、そして荻野のレフト前でタイムリーっていうところでね、まあ、この2つともね、そんな簡単な球じゃなかったっていうところをね、しっかりしとめれたっていうところはね、さすが、グッと。Good. アイスバッティングというところでしたけど、まあ、3失点しましたけどね千賀としては非常に、えー、悪くないピッチングだったかなとスライダーの制球力も良かったですし、えー、フォークボールもしっかり投げてストレートもしっかり投げれてとなんていっても無四球というところでね、まあ、あのピッチャーもね千賀も神様じゃないんでそれは失点するなというところで、まあ、あのロッテ打線のねいいところが出た3得点というところでしたけども千賀、えーまあの3失点、まあ、悪くなかったんじゃないのかなと逆にミも、ね、まも、あ、3失点というところでね、えー、なりましたけども、まあ、4回のね柳田のホームラン2ーボール まあ,あれをホームランされると、ね、正直バッテリーは攻められないという、ねえー、柳田の方が上だったとっいう、ね、ナイスバッティングでしたけどもやっぱり一番気になるのは、ね、6回このデスパイネのワンアウト、二、三塁からピッチャーが登場というところでショートゴロ藤岡、ね、難しいプレー正直そんな簡単じゃないから攻められないけども難しいプレーだったけどもあれをファーストに普通に送球していればタイミング的には、ね、アウトだった。 あそこをね結局アウトに取れなかったところでねランナー残ってで1点取られてまあ、1点取られるのは仕方ないとしてもランナー残ってワンアウトね1三塁っていう形になった。まあそこはね まあこのクライマックス、このミスが許されない中でのそのプロのプロフェッショナルなプレーの中で勝っていかないと勝てないっていうところでねああいったまあ非常に難しいプレー、攻められるプレーじゃないけどもああいうのをしっかりやらないとやっぱ勝ちきれないっていうところであそこがそれてねえランナーを残ってなおもワンアウトえ1、3塁、ラ原っていうところでねでカ川カに変わってでセカンドゴロ打ってあれはねファーストのデスパイネ、グッと。 あそこをね、突っ込んでいかないで止まったことによってダブルプレーのギリギリのタイミングになったでそこで、えー、中村はグラシアルの走るかどうかを確認しながらデスパイネにタッチして慌ててファーストにしろ、えー、中村としては最善のプレーができたでその後井上が1回ねデスイネあグラシアルが気になって目を切ったことによって何でもないキャッチボールを落球でそしてそれがセーフになってその後グラシアルがナイス判断で ホーム1点はしにつないにしてもこのもう1点目の、ね、ミスっていうのは非常に大きかったね、まあ、その一つ藤岡がねあのプレーをファースト難しいプレーだったけどもしっかり投げておけば同点に追いつかれることはなかったでその後にとに唐川がナイスピッチングでセカンドゴロを追い取って中村も落ち着いて今度はプレーしてファーストに投げて井上が取るだけでよかったそれができればあの回3対21点入ってなかったひょっとしたらあのままロッテが 勝ち切った可能性は十分あったキーポイントあそこでやっぱりミスが出たっていうところはね戦前でも言ってますしたけどやっぱりロッテはねミスが出たらそんな勝てるような戦力を持ってないとその時に、まあ、やっぱりミスが出てしまったっていうところでね、えー、正直非常に悔しい敗戦になったんじゃないのかなと、えー、逆にねソフトバンクもミスが出なかったわけじゃないとね、まあ、あのシュートのファーストをねそらつ球投げて回って。まあ 点にはね繋がらなかったですけど、まあそういったところもしっかりやらなきゃいけない。プラスアルファね。攻撃にでも5回の裏ね。槇原がえー、2。ベース打って、その後マッチがフォアボールでノーアウト12からね。絵がこの3。バンド失敗バットね。ここでしっかり送っておけば、ひょっとしたらその後シュート中村でね。 点が入ったかもしれないしかも5回の表はね荻野のタイムリー打たれて3対1でね得点離された後でしっかり追いついて流れを引き戻したいっていうところでスリ、えー3バンド失敗でその後シュートがね、えー、内野ゴロで中村晃見逃し三振っていうところで、えー、点が取れなかったまあそのね嫌な流れを6回ね逆にロッテがミスをして自分たちからいい流れを離すっていうねところでなんとか追いつけてね最後は勝ち越したっていうところにもなりましたけども、まあ、最後のねあの勝ち越したねポイントでもですね、えー、結局はフォアボールが絡 っていうね8回、沢村が出てきて、まあ、2四球っていうところでね、まあ、8回、先頭グラシャルフォアボールで、ここでね、ダイソー上林が出て、栗、えー、原がバント、でそして、えー、ワンアウト、二塁からデスパイネがね、センター落ちるかっていうところで、全身守備を引いてたことによってセンターフライ、でそしてその後また牧原がフォアボール、で松田が、えー、初球をレフト前ヒット打って、これ満塁になって、貝がね、最後、執念の。 内野まあこの内野安打も、ね、正直アウトにはできない、あのタイミングではねよくあの斐が、ね、走ったなっていうところ、でもここでね結局はグラシアール、そしてマキア原へのフォアボールがね絡んでるっていうところでやっぱロッテとしてはやってはいけない戦いの中で、そのミスの中、まあ、記録に残らないミスもありますけど、ミスの中、結局4失点、まあ、こうなってすればね。 やっぱ勝てなないかなというねでもしっかりやれてればね2失点で収めて3対2で勝てた試合だったんじゃないのかなっていうところがあるまあそれをねできなかったっていうところがまあ敗になったかなっていうねやっぱ守備のミスっていうところがロッテにとったら大きく影響したとあとやっぱフォアボールっていうのがね失点につながった。 ソフトバンクにやらせなきゃいけないようなディフェンス面を自分たちからやってね勝利を手放してしまったっていうね逆にソフトバンクはその後ねモイレロ菅野にスリーボール行きましたけどもそこからしっかりね、えー、まとめ上げて、えー、1回17球1三振で森もね1回17球2三振と千賀、えー、モイレロ森と3人のね系投でっていうところで全て無四球ね逆にロッテはねその沢村のね二四球っていうところが、えー、失点につながったまあ痛い敗戦にね、なったかなっていうところがディフェンス面ねかなり気なりし まあ攻撃面で言ってもロッテとしては、ね、3回から6回まで全て先頭打者が出、ね、塁その中で得点は5回のみの1点だけっていう、ねまあ、ここも、ね、やっぱ打線のつながりが。 えー、変えたかなっていうね、まあ、12球団チーム打率最下位というところでやっぱそこは、ね、望めないっていうところでしたけどここで誰かの一本が、ね、あればまた大きく変わったなっていうところもありますし逆に千賀が、ね、よく踏ん張ったかなっていうところもありますけども、まあ、3回、ね、藤岡がセカンド内安打荻野、バントね、藤原三振菅野三振とで4回、京田のセンター前で井上がサード中村セカンドフライで安田、ショートゴでも得点で5回は、ね、田村がツーベース藤岡、バントをワンアウト三塁作って荻野はね レフトへ高めのストレートをタイムリ打っていってしかしその後藤原レフトフライ菅野三振と後続続かずで6回は清田がライト前打ってその後井上ライトフライ中村三振安田、えー、内野ゴロという形で、えー、得点に結びつけられなかったっていうねこのやっぱり先頭ででも1点しか取れないっていうともう攻撃してる割にね得点に結びつけてないこう打線面の打順ちょっと明日以降変えていかなきゃいけないんじゃないのかなと感じるようなね、えー、戦い方かなと思いましたねでそのの中でねね一番大きいのは、ね4打数 2アンダーといい形で、ね、働きを見せましたけど2番藤原が4打数0安打、えー、3番菅野が4打数0安打そして4番京田は4打数2安打でその後5番井上が、ね、4打数0安打と。 えー、荻野恭太が、ね、いいと働きをする中その周りを固めてる選手たちが、まあ、ノーヒットというところで逆に、えー、ソフトバンクは中、ね、東が、まあ、4打数0安打と出塁できなく足も使えなかったとっいうところはありますけれども2番中村からの、ね、4打数1安打、ね、3番柳田4打数3安打1ホー打点4番グラシアル3打数2安打と、ね、この3人が、えー、しっかりつながることによってチャンスメイクそして得点につなげるという形が、ねまあ、できたかな っていうところあります。でも逆に、えー、両チームの良かったところで言えばね7、8、9、7番、8番、9番が非常にねいいところで、えー、回ったかなと、えー、ソードバンクはね、牧原が3打数1安打で松田が3打数2安打、甲斐が4打数1安打、1打点逆にロッテも安田がね4打数1安打、1ホーマー2打点で田村3打数1安打、ツ、えー、ーベース1本で藤岡がね、2打数1安打でバンド1個というところで、えー、非常に下位打線はね、いいつながりができたっていうところですけどもその上位に向けてのつながりがね、ちょっとロッテとしては変えた逆にその前のつながりもなくね、下位打線にいいところ 持っっっってていいけなかったっていうとところで、まあ、ちょっと井上はね、えー、ブレーキ、井上、菅野、藤原がブレーキになったかなっていうところで、まあ明日は、ね、ソードバンクが先発、東山で、ロッテがチェーンっていうところで、まあ、思い切って福田をね外野で使ってもいいかなっていうところと、まあ、ファーストをねどうするのかというねこう井上、5番っていうより中村、5番でもいいかな、清田、中村で安田を挙げて、井上、7番っていうのもね。 えー、もし使うんだったらまあ面白いかなと、で1、2番ね、菅野福田っていうところをね、使いながらっていうところも、まあいいかなっていう形になりますけども、まあそこら辺ね、明日打順、どうなるのかっていうところも、ロッテとして注目、まあ今日と同じ打順でゃちょっと苦しいかなっていうところもあるんでね、若干、えー、いじった方がいいかなっていうね、感じもします。ロッテとしてはね今日、えー1試合 8アンダー打ってるんでね結構打線としてはつな、まあ、がりはなかったですけどねヒットは出てるっていうところで明日のねつな、えー、がりに期待でホースコスはね11アンダーというところで持ち前の,ーもうのね、打線がしっかりできて、えー、少ないチャンスをものにしてグラシアルの高走類ね下位、えー、の執念のヘッドスライディング欲しいところで柳田の一発っていうね打線においても欲しいところで欲しい攻撃が、えー、できたかなと。 いう形になりますさあ明日は第2戦もうソフトバンク大手ですからねここからロッテは3連勝するしかない。 えー、チェーンがねどういうピッチングをするのか東山はね最終戦、えー、タイトルを取れなくてやられた、えー、屈辱を晴らせるのかっていうね、えー、ところもありますし逆に2010年のドッテはね1勝3敗と、えー、もう後がない状況から3連勝をして、えー、クライマックスシリーズ制覇日本一になったっていうこともありますから、えー、マリーンズはね明日いい戦いできること、まあ期待したいなっていうところはありますけどもソフトバンクが横綱詰めをするのか、まあ、ソフトバンクはね今日同様 自分のことをしっかり普通にできれば勝てる。やはりロッテは、えー、6回先発が、えー、2点以内でしっかり789を抑えてロースコアの展開に持ち込めるかやっぱりこのね試合展開試合内容というところはやっぱりね今日の試合見ても、えー、僕の予想 そのままだと思うんで、えー、そういったところを気をつけながら、ファンの皆さんね、明日どっちが勝つか注目してもらいたいと思います。ということで、今日クライマックスシリーズ第1戦、ソフトバンク対ロッテ4対3でソフトバンクの勝利、勝ち投手、モイネロ、敗戦投手、沢村、で西武は森、ホームラン、えー、安田、クライマックスシリーズ初ホームラン、えー、ツーラン、そして柳田がソロホームランが出ております。以上、佐々木チャンネル、解説は佐々木とめでした。明日の試合、どうなるのかな